FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。12月3日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーが沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日金曜日のお相手はユーミーこと池代由美子です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。皆様、12月に入りまして、沖縄県内もぐっと冷えてまいりましたね。はい、県内の方はね、慌てて冬服を出してきたというね方も多いんではないでしょうか。日中日差しが出ている間はまだね、あの日に当たっていると汗ばむ暑さなんてこともあるので、脱ぎ着できる羽織物、カーディガンなどがね活躍しそうです。そして県外ではコートやマフラー、手袋などがもうね各地で売れ筋となっているんではないでしょうかね。え、お師匠さん、師匠も走ると書いてしわすと呼ぶ忙しい12月、どなた様もねご体調に気をつけて暖かくしてお過ごしください。はい、ツイキャス皆様コメント早速ね皆様からいただいております。ありがとうございます。ライツさんから、グッモーニング、フルバレーシュリーナウということで、あ、今日はトミングスクでなくてシュリーからね聞いてくださっています。ありがとうございます。笑顔が素敵ね、だって嬉しい。はい、今日も元気にお届けしましょう。ウィンドライダーくんちゃんさんは名古屋市から聞いてくださっています。とってもいい天気だよということで、はい、今朝は沖縄県内も名古屋の方もね晴れているということで、よかった。そしてたけしさん、かんさん、長谷川純さん、さきたんさん、ターキーさんからもねおはようございますとご挨拶いただいております。皆様おはようございます。本日12月3日は1、2、3ということで、1、2、3とね気持ちよく数字が並んでいる日付でございます。1、2、3、じゃーんということで、掛け声にちなんでマジック、記述の日、記述の日に制定されているということなんです。記述誌の記述ですね。ということで本日はマジックをトークテーマに皆様とお話ししてまいりたいと思っております。これまでに驚いたマジックですとか、夢中になったマジシャン、そして挑戦してみた手品、あとは種が知りたいあの技、この技などなど、ぜひマジックに関するお話をお聞かせください。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。スマートフォンアプリツイキャス、またはメールにて皆様のメッセージを募集中です。メールアドレスは780@fmnaha.jp、 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はラジオ以外でもリッスンラジオというアプリで全国からお聞きいただけますほか、ツイキャス、そして YouTube ライブの方では動画配信を行っております。お好きな方法でお楽しみくださいませ。本日のトークテーマはマジックということで、早速メールが届いております。ありがとうございます。伊坂千早さんから、今日のテーマのマジックだけど、新日本プロレスの真田選手とイビル選手が使っていた合体技、マジックキラーを思い出したなって来てますよ。合体技、マジックキラー解説してくださっています。お読みしましょう。相手をブレーンバスターで抱え上げて、もう一人の方に相手の足を乗せつけ、タイミングよく2人同時にひねりを加えながら倒れ込み、相手をマットに叩きつける投げ技。あ、なんか見たことある気がする。新日本プロレス参戦外人レスラーであったジャイアントバーナード&タイソントムコ、ドグギャローズ、カール・アンダーソンが主な使用者だったけど、最近は減ってるのよねということで、マジックについてトークいただきました。ありがとうございます。リクエストもいただいていますので、本日はその曲からお届けしましょう。本日のモーニング那覇1曲目は坂本真綾さんでマジックナンバー、お聴きください。第4回沖江通りうまんちゅ落語祭り、
12月15日から19日まで沖永通りがでっけえ落語寄せになるってんだから驚きだ。無料公演はお気軽に、有料公演はじっくり楽しむ。お問い合わせは 868-0913 うまんちゅ落語祭りまで。ただいまの時刻は8時10分を回りました。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。今日のお天気からお伝えいたしましょう。本日本島中南部は晴れ時々曇りということで、昨日までねちょっと雨模様が続いていたので、久々の青空を楽しむことができそうです。風は北西の風のち北の風やや強く、波は 2.5 メートルでうねりを伴う。降水確率は午前中 10% ありますが、午後と夜はなんと 0% です。やったね。日中の最高気温は20度ということで、日が出てる間はねちょっと暑くて薄着で出かけちゃうなんてことがあるかもしれません。夜はね多分冷えると思いますので、羽織物を忘れずに持って行ってください。現在沖縄県本島中南部には警報注意報、波浪注意報の方がね出ています。海の近くにお出かけの方はお気をつけください。続きまして道路交通情報もお伝えしてまいりたいと思います。沖縄道上下高速ですね、沖縄道上下巨大インターチェンジの方で橋の強化補修作業のため追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り金インターチェンジ付近でも同じく強化補修作業のため第一走行規制ですね。こちら下りの方もかな、下りの方もね宜野座インターチェンジから、金インターチェンジ付近少しねあの上下で場所はずれるんですけれども、長く第一走行規制がかかっております。続きまして沖縄道上り北インターチェンジ、こちらも第一走行規制、工事がね始まっているようです。そして最後に沖縄道上り西原ジャンクション付近では故障車がね出てしまっているようです。現在に規制は敷かれていないんですが、お気をつけてご走行ください。続きまして那覇市内の渋滞情報に参りたいと思います。まずは首里近辺から、那覇糸満線82号線上り市立病院前付近を中心に 2.1km 渋滞つながってしまっております。続きまして崎山松川線下り那覇市松川付近を中心に 0.5km、46号線の下りでは寄宮付近を中心に 0.5km、 マージ泉崎線222号線では下り那覇市与儀付近を中心に 0.8km となっております。続きまして国道330号線は北向けで真壁付近を中心に 1.8km と、同じく北向けの与儀付近でも 0.9km 渋滞がつながってしまっております。はい、そして507道小羽倉大通り東向けでも和丹橋北付近は 1km の渋滞、そして同じくね507道西向け国場付近でも 0.6km の渋滞となっております。続きまして国道58号線はいつものところ那覇市泊付近が 0.7km、そして西消防署通りの方では泉崎付近を中心に上り 0.5km の渋滞となっております。はい、続いてまいりましょう。オロク近辺7号線上りオロク付近を中心に 0.6km、 そして最後にいつもの上原の方、那覇空港線231号線の上りで赤峰付近を中心に 0.5km、 そして331号線も北向け赤峰付近を中心に 1km の渋滞となっております。
はい、雨はね降っていないんですが、今日もしっかりしっかり渋滞してしまっております。よかったらラジオをね、ご走行のお供にしてくださいますと嬉しいです。以上、お天気交通情報をお届けしました。記事から2つお届けいたします。まずは新型コロナウイルス関連から、本日昨日付ですね、昨日付で沖縄県の感染者数はプラス2人、そして回復者数はプラス0人、死亡者数も0人となっております。続きまして、沖縄タイムスの社会面から、パレット30周年アート作品展示、県立芸大とコラボ。県立芸術大学の学生らの作品を那覇市のパレットくもじ各所に展示するウィズアート、アートと共にある未来へが1日開幕した。パレットくもじの30周年記念企画で、同大で絵画や彫刻、工芸、デザインの各専攻で学ぶ学生ら45人の作品が建物の内外に飾られている。26日まで絵画専攻の学生はお散歩ギャラリーをテーマに、各テナントをギャラリーに見立てて地図を片手に作品を探し鑑賞する展示を行っている。北村もゆらさん、大学1年生は、新しい出会いがあり楽しかったと手応えを話した。同大学美術工芸学部の小林純子学部長は、企画がアートを社会へ広げる入り口になればと期待した。続きまして、琉球新報総合面からお送りします。来年10月にも正殿着工、首里城再建、琉球総体向き。2019年10月に焼失した首里城の復元に向けて作業を進めている国の首里城復元に向けた技術検討委員会は1日、早ければ22年10月にも正殿の本体工事に着手する方針を明らかにした。26年度の完成を目指す予定。大琉柱の向きは暫定的な結論として、焼失前と同様に相対向かい合わせで復元すると発表。来年1月30日に県民向けの説明会を開き、決定経過などを詳しく説明するということです。以上、沖縄県内のニュースを2つお届けしました。はい、そして本日の2曲目は、この曲をね聞くと絶対にうわ手品だって思う曲をお送りいたします。ちょこっとお聴きください。この曲はこんなタイトルなんですよ。オリーブの首飾り、聞いたらあーっとなるはず。赤い羽サポーターの桜井ひな子です。困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動、誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時です。あなたは一人じゃない。赤い羽共同募金。はい、さい、はい、たい、那覇市社会福祉協議会です。見守りの大切さをお届けする那覇見守りフォーラム2021パート2、12月6日月曜日12時から。テーマは平時の見守りが万事の助け。うまんちゅぬご意見ご感想マッチョイビンド。
はい、ここからはフリートークでお届けします。本日のトークテーマはマジックということで、皆様と手品についてお送りしたいと思います。今日はね、奇術の日、奇術師、魔術師、奇術師の奇術の日だそうなんですよ。ワン、ツー、スリー、バーンっていうあれですねということで、ね、12月3日1,2,3と並んでいるので、奇術の日に制定されているということです。早速ツイキャスの方を読みしてまいりましょう。はい、カップボーイさんからね、ちょっと気になるコメント。朝起きたらね、喉がやばいってね来てるんですよ。最近毎日毎日喉が痛いよってね来ていて、ちょっと心配です。寝る前に蜂蜜とかね、もしかしたら舐めると改善したりするといいんですけれども、龍角散のど飴とか、あとは大根とか梅干しとか消炎作用のねあるものとか、よかったら朝ごはんにいかがでしょうか。そしてね、意外にこう口呼吸になってしまっていることが原因なこともあるので、もしかしたらこう口にねテープを貼って寝るなんていう、こう意外に単純なね方法で治ったりするっていう方もいらっしゃいます。私は冬場はですね、紙フェルト紙みたいなものに水を染み込ませて、お皿の上に置いて、ベッドの方にね置いてから加湿して寝るようにしています。カープボーイさんもね、喉どうかどうかご自愛ください。はい、そして長谷川純さんからも、親の入院サポートから一時的に那覇に戻ってます、また来週にも内地へ戻りますということで、ね、長谷川純さん、せっかくで沖縄に、ね、帰ってきていらっしゃるということなんですが、ちょうどこのタイミングで少し、ね、沖縄も寒くなってしまいましたね。ね、入院サポートということで、何かとね、長谷川さんも沖縄でもお忙しいかと思いますが、暖かくしてお過ごしください。那覇へお帰りなさいそして行ってらっしゃい。そして伊坂千早さんからも、我が推しユミおはようといただいております。伊坂千早さん、今日もねメールありがとうございます。そして旧串川市の俺さんも、会議があるのでこの辺でということで、会議前にね覗いてくださいました、ありがとうございます。はい、そして自転車の店タオさんもねいらっしゃってます、おはようございます。そしてカップボーイさんからはこんなコメント、マジックについて、バーマジック、バーマジック、バーマジックもねありますよね、バーで見れるマジックね。はい、って言ったらミスターマリックかな、一番テレビでいっぱいやっていたということで、見ていたよって言ってますね。ミスターマリックとマギーシローが兄弟弟子っていうのを聞いたときはびっくりしたということですが、え、そうなんですか。また全然ね雰囲気の違うお二人なんですが、そうなんですね。皆様、マジシャンどなた世代ですか。私は小さい頃、小学生くらいでミスターマリックさんとか、あとはマギーシローさん、そしてちょっと大きくなってきた頃にマギーシンジさんがね出てきたりしました。お耳ねでかくなっちゃったなんて言ってねだったりとか、あとはセロ、メニュー表からハンバーガーを取り出して食べてメニュー表に戻すみたいなね、本当に超能力的な手品を披露してくださるセロさんとか、あとは手品ーにゃはいのね、山上兄弟だったかなね、とかもね、頃とてもね話題になりましたね。はい、そして長谷川純さんからはこんなマジック来てます。マジック、金曜の朝は眠くない、池城マジックって来てます嬉しい、そうだといいな、金曜日の朝みんなでね楽しくしゃっきり迎えたいと思います。はい、そんな長谷川さんからね、山梨で震度5程度に来ております。地震速報ですね、今日ね早朝に地震があったようなので、山梨近辺の皆様お気をつけください。まだね余波があるかもしれないのでお気をつけください。はい、そしてティタンさんからは、マジックって手品？水星マジック、油性水星マジック、どっちかな、悩むよねと来ています。確かにこの文房具のマジックなんですが、こちら油性ペンですね、マジックって言ったりするんですけれども、これはマジックインキーと言われる商品がねあったことが由来で、これ会社名だったかななんですけど、この言葉通りマジックインキーを作った会社のこのマジックなんですが、当時はねすぐ乾いて、こう金属にかけたりとか布にかけたりする文房具が少なかった、ほとんどなかったということで、何にでもかけて消えないのは魔法みたいということで、マジックインキと名付けられたそうですよ。
はい、ついねあのマッキーとかいろいろありますがマジックって言ってしまいますよね。マジック持ってる人いないとかね、はい、そんなマジック今日はトークテーママジックでお送りしております。ね、ティタンさんからマジックリンもあるねということで、そうなんですよ、意外とね探すとマジックっていう言葉、さっきのね伊坂千早さんのあのプロレス技でしたっけ、格闘技技のね件もありましたけど、こう夢のようなとか信じられないとか驚くべきみたいな表現を使いたいときにマジックなんてね言葉、日常でもねあちこちでね使われてますね。そして自転車の店タオさんから、子どもの頃は人体切断マジックよくやってたな、マジックと分かってても見てて痛かったなと来ております。確かになんか最近あんまり見ないですね。私が小さい頃もねすごくよくやっていたような気がしますね。えなんかこう体が半分になっちゃったみたいなねやつをねよく見ていたような気がします。はい、国幸さんから、くんちゃんさんからね、私はやっぱり初代引田天功さんの大爆発脱出マジックですと来ていますが、そうなんですよ、タオさんもね、あのくんちゃんさんも言ってるようにイリュージョン系のマジック、大掛かりのマジック、昔はねたくさんねやってましたよね。はい、初代の引田天功さんということで、私は2代目かなプリンセス天功さんの方もね馴染みがあります。はい、そして長谷川潤さんからも引田天功やろうスターファイヤーって来てますはい、ティタンさんからは今日は12月3日 1,2,3 が並ぶ日ということで 1,2,3 だーと来てますよはい、猪木の日ですねそしてそんなティタンさんからマサマジック那覇メインプレイスで見たけど謎が解けなかったって来てますね。そうなんですよ、沖縄出身の世界的マジシャンマサマジックさんね、 CM なんかにも沖縄ではね出ていたりしますが、全然わからないですよね、本当に信じられない。最近のテレビとかで見るにしても、最近のカメラって結構ねあの細かいところまで見れますし、スローでやったりもするのに全然種がわからないんですよねはい、そして長谷川潤さんからハンドパワーは流行ったなと来ております。そうなんです、あのミスターマリックさんの来てますとかハンドパワーとかねありましたね、懐かしい、やってました私はい、ということで今日はトークテーママジックでお送りしております。後半も皆様とマジックについてたくさんお話ししていきたいと思います。みんな大好きうちなぐちナウを挟んで後半に参りましょう。今日のうちなぐちは何かな。元ちゃんのうちなぐち NOW。 さあ本日ご紹介する言葉はこちら、いいはず。これはねあの羨ましい時とかね、あいいなみたいな感じね、あよくかったのいいはずとか、こういう感じで使います。さあ早速それじゃ見てみましょう、いいはずドライブ編。たかし運転大丈夫？眠たくない？うん、眠たいよね、朝から運転してるのにね、うん、実は私もちょっと眠たいってば。違う、楽しくないからじゃないよ、もう夜も遅いさね、だから、うん、でも寝ないで頑張るからさ、たかしも寝ないでよ、うん、私も寝ないで頑張る、あれたかし起きて寝ないでって言ったさ、起きてたかし、もう自分だけ眠ってからいいはず、私もおきえ通りうまんちゅ落語祭り、12月15日から19日までおきえ通りがでっけえ落語寄せになるってんだから驚きだ。無料公演はお気軽に、有料公演はじっくり楽しむ。お問い合わせは 868-0913 うまんちゅ落語祭りまで。
FM 那覇の FM 那覇の皆さんですってスタッフさんになっちゃったよFM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。改めまして、8時31分を回りました。ゆみがお送りしておりますモーニング那覇、後半も引き続き参りましょう。国際通りから一本横に入った道、カルチャーが混ざり合ってチャンプサンプルするミックスする場所、そんな文化の交差点カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇。後半の30分もどうぞお付き合いくださいませ。皆さんからのツイキャスコメント、そしてメールでのコメントを募集しております。本日のトークテーマはマジックでございます。メールアドレスは780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。そしてこの放送はラジオ以外にもスマートフォンアプリリスラジでお聞きいただけます。ほかツイキャス、そして YouTube ライブでは動画配信もしておりますので、ご都合に合わせてお楽しみください。はい、ということで早速今日のトークテーマ、マジック、皆様とねお話ししてまいりたいと思います。ツイキャスに沖縄大好きさんもねいらっしゃってます。いらっしゃいませ、おはようございますはい、自転車の店タオさんからはユリゲラーは超能力者かマジシャンかと来ております。そうなんですよ、なんかこうマジシャンってなんだっけって感じにね私もなりました。このトークテーマを考えた時に、何が手品、種があればマジシャンなのか、それとも超能力者っていう名乗っている人はマジシャンではないのかとかね、いろいろ考えてしまいました。ユリゲラー懐かしいですね。あのテレビを通して視聴者の皆様も一緒にスプーンを曲げられますよみたいな、私がテレビの前、テレビを通して気を送るのでみんなでスプーンを曲げましょうっていう番組があったのを覚えてらっしゃる方もねいるのではないでしょうか。あのテレビの前で一生懸命スプーンを曲げて曲がりませんでしたあのねちょっとねあの 曲がってる感が欲しくて、自分で結構力ずくで曲げちゃったような気もしなくもないんですがはい、あれでね一緒に曲げられた方いらっしゃいますでしょうか。たまにね曲げられちゃう方いましたよね。あれね、なんかくにゃっとスプーンが曲がるっていうのがね流行った時代がありましたねはい、そしてのりおさんもねご到着でございます。皆さんおはようございます。あなたの心のオアシスのりおです、とモーニングナハにオアシス広がっております。のりおさんいらっしゃいませ。はい、そしてあ、ティターンさんから、え、嬉しい、日曜日は沖縄市に行けたら寄りますねということで、わー、ツイキャスコメントいただいております。これね実は私今ね沖縄市の火山の方でねパークアベニュー近くの方で友人の個展を手伝っておりまして、ツイッターとインスタグラム、そしてフェイスブックの方ではね告知させていただいているんですが、ね、お友達の個展、アートのねほっこりアートの個展手伝っております。寄ってくださって嬉しい、お待ちしております。最終日12月5日でございます。はい、ここでねよかったらお知らせさせてください。12月1日から始まっているんですが、今日もそしてあとは12月5日までコザのパークアベニューのね近くのアートギャラリー空の絵さんというところでね友人の個展のお手伝いをしております。動物や植物のねイラストが得意なほっこりアーティストさんなんですよ。入場無料でフラッと入ってフラッとね出ていけますので、よかったらねお近くにお越しの方は遊びに来ていただけますと嬉しいです。アートギャラリーなんて緊張するとか、個展ってなんか誰が入るものなのみたいな、どんな人が入ったらいい、どんな格好していったらいいなんてね思う方もいらっしゃると思うんですが、どんな格好でもいいですし、こう身構えなくても大丈夫です。ふらーってお散歩みたいな感じで入ってきて、パッとね1分くらい見てすぐね出て行かれる方もねいらっしゃいます。なのでお気軽にお寄りいただければ、近所のね公園に行くくらいの感じでね、お寄りいただければと思います。動物と植物の癒されるアートをたくさんね飾っておりますということでがっつり告知してしまいました。今日もねこの後私沖縄市の方に行きまして、個展のお手伝いしております。はい、ということで今日はトークテーママジックということですが、少しだけ個展のお知らせもさせていただきました。そしてもう一点なんですが、実は私あの明日ですね土曜日、新那覇市民会館のね
こけら落とし公演シリーズの一環で那覇伝統芸能の今とこれから那覇文化芸術劇場那覇とこけら落としシリーズつなぐという公演にもね出演いたします。那覇市民会館新しくなりましたよ、那覇市民の皆様。ということでそちらのね公演のシリーズにね出る予定です。12月4日土曜日、那覇文化芸術劇場那覇アートにて会場13時半から開演14時、14時のね一発目最初とそのいく 何個かね後に2回ね出る予定です。入場無料、こちらもね事前の申し込み不要で入場無料ですので、よかったら那覇アートにお寄りくださいというお知らせでした。はい、ということで、はい、あ、長谷川十さんからも古典かいいなと来ております。ティタンさんからは古典の原理と来ます。剣道の古典もありますね、古典。はい、ということでティタンさんね、そう今日今のね那覇市民、那覇文化芸術劇場ですかね、那覇市民会館の方も新館は国際通りから近いからいいよねということで、そうなんです、この FM 那覇からもね近い場所で行います。ということで今日のトークテーマはマジックで、この後も皆様とお話ししてまいりたいと思います。そして後半の1曲目はツイッターの方でですね、芝居太郎か博士さんからいただきましたリクエスト、 D スクエアさんで It's Magic をお送りしたいと思います。お聴きください。赤い羽サポーターの桜井ひな子です。困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動、誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時です。あなたは一人じゃない。赤い羽共同募金。ハイサイハイタイ、那覇市社会福祉協議会です。見守りの大切さをお届けする那覇見守りフォーラム2021パート2、12月6日月曜日12時から、テーマは平時の見守りが万事の助け、うまんちゅぬご意見ご感想マッチョイビンド。ただいまの時刻は8時43分を回りました。カルチャンプルの沖江通りから生放送しておりますモーニング那覇です。はい、後半もお天気さっとおさらいしてまいりましょう。本日本島中南部は晴れ時々曇り、風は北西の風のち北の風やや強く、波は 2.5 メートルでうねりを伴うということです。降水確率は6時から12時で 10%、 そして12時から24時にかけては 0% と出ております。日中の最高気温は20度ということで、スタジオの外ですね、太陽の、ね、日差しが、ね、出て明るくなってまいりました。日中はもしかしたら汗ばむ暑さとなるかもしれません。続きまして沖縄県内の警報注意報ですが、今日は波浪注意報だけ、ね、出ております。ご注意ください。続きまして道路交通情報に参りたいと思います。本日高速沖縄道上下ともに巨大インターチェンジ、そしてですね金インターチェンジの方でも工事のため規制中となっております。巨大の方はね強化補修作業のため追い越し車線規制とねやや細かく出ております。そして沖縄道上り北インターチェンジの方でも工事のため第一走行規制、そして同じく上りの西原ジャンクションの方ですね、こちらは植栽作業のため規制がかかっております。前半の方でね出ていた故障車の方、今はね表示が消えているので大丈夫かなと思いますが、念のためにお気をつけてお通りください。続きまして渋滞情報に参ります。まずは首里近辺から、那覇北中城線29号線の西向け鳥堀付近を中心に 1.1 キロメートル、
糸満線82号線の上りでは義母付近を中心にやっぱり長い 2.1キロメートル、そして崎山松川線の下り松川付近を中心に 0.5キロメートル、そして46号線の上り回し支所南付近を中心に 0.5キロメートル、マージー泉崎線222号線では下り那覇市与儀付近を中心に 0.9キロメートルとなっています。そして国道330号線の方は北向け与儀付近を中心に 0.9キロメートル、そして南向けの方では坪屋付近を中心に 1km となっております。姫百合通りの方でもね 0.7 キロくらいねつながってしまっております。続いて国道58号線はいつもの場所那覇市泊付近を中心に 0.7 キロメートルの渋滞でございます。はい、そして507道小羽倉大通りについては西向け小羽倉付近を中心に 0.6キロメートル、国場付近の方では同じ507道なんですが西向け国場付近の方でも 0.6 キロメートルの渋滞となっております。そして大野山の方米須線7号線の北向けでも山下付近を中心に 0.6キロメートル、そして赤峰の方ね、上原赤峰の方空港線那覇空港線231号線の上り赤峰付近を中心に 0.5キロメートル、そして331号線の北向けでも赤峰付近で 0.8 キロメートルの渋滞となっております。はい、心と時間に余裕を持ってラジオをお共にお出かけしてくださいますと嬉しいです。はい、ということで先ほどですねツイキャスの方にのりおさんから今走りながら五大悟のモンキーマジック歌ってますと来たのでモーニング那覇でもみんなで聞いちゃいましょう。五大悟さんのモンキーマジックお聞きください。はい、ちょこっとオフトークでございます。沖縄大好きさんモンキーマジックって先にね歌ってくださってます。はい、そして車の運転手さんおはようございますということでおはようございます。今日も聞いてくださってありがとうございます。そしてねティタンさんからは坂井正明の孫悟空を思い出すと来ております。長谷川純さんからもね香取慎吾の孫悟空も懐かしいということで、私は香取さんの孫悟空の世代かな、はい、そしてのりおさんはね近畿道はスイスイですということで渋滞情報ありがとうございます。リアルタイムですということで聞きながらねありがとうございます。ティタンさんは車社会だからシワスは混むなということで、そうなんですよ、これは地方あるあるなのかな。沖縄県、まあ沖縄は割と普段から混んでいるところあるんですけれど、やっぱり12月はね何でもない日でもね混んじゃいますね。ということで今ね運転なさってる皆様も安全運転でお出かけください。本日のトークテーマはマジックということでね、ツイキャスに来ているコメントもねまた後半読ませてください。よろしくお願いします。を2つお届けします。沖縄タイムズの方前半と違う記事お届けいたしましょう。総合面からアイス売上寄付
ブルーシールが30万円。未来を支える。フォーモストブルーシールは1日那覇市の沖縄タイムス社を訪れ、子どもの貧困解決に取り組む沖縄子ども未来プロジェクトに30万円を寄付した。同社は今年4月に県産のシークワーサーとグアーバをそれぞれ使った2種類のアイスバーを県内や首都圏などで発売。1本につき1円を寄付することにしており、約30万本が売れた。山本社長は、沖縄が成長しないと会社も成長しない、子どもの笑顔があふれるようにしたいとし、今後も支援を続ける考えを示した。竹富社長は、御社の支援をきっかけに同じように取り組んだ企業もある、こうした輪が広がれば貧困の解決が一歩一歩進んでいくと感謝を述べた。ということで、アイスを買った人も嬉しい、そして子どもたちも嬉しいニュースでした。琉球新報からは、やっぱり気になるあの記事、同じくお届けします。琉球新報総合面から、来年10月にも正殿着工、首里城再建、琉球は総体向きの予定。2019年10月に焼失した首里城の復元に向けて作業を進めている国の首里城復元に向けた技術検討委員会は1日、早ければ22年10月にも正殿の本体工事に着手する方針を明らかにした。26年度の完成を目指す予定。大琉球の向きは暫定的な結論として、焼失前と同様に相対、向かい合わせで復元すると発表。来年1月30日に県民向けの説明会を開き、決定経過などを詳しく説明するということでね、正殿 の階段の、ね、下にありました竜、向かい合わせの、ね、竜の柱、琉球の向きについて話題になっております。ということで、以上県内のニュースを2つお届けしました。続いてはフリートーク。ハイサイ、ハイタイ、那覇市社会福祉協議会です。見守りの大切さをお届けする那覇見守りフォーラム2021パート2、12月6日月曜日12時から。テーマは、平時の見守りが万事の助け。うまんちゅぬご意見ご感想マッチョイビンド。ここからはフリートークでお届けいたします。先ほどねおかけしたモンキーマジックについて、ツイキャスねたくさん皆様コメントありがとうございます。盛り上がっております。長谷川純さんはね、酒井さんの最有機を見て棒を振り回してたな、手頃な棒を探すのに苦労したって、これね同じことねした人いると思うんですよね。沖縄大好きさん、香取慎吾さんの最有機の最終回に酒井正明さんが出てきた時は驚きました。棒術の衰えが全くなくキレがありました、ということで、かっこいいですね。ニュイボーくるくるということで、はい、私はね、筋斗雲に乗りたいなって思いながらいつもね見ておりました。自転車の店太郎さんもね、孫悟空といえば亡き志村けんさんの人形劇もありましたね、 CM 買うぞ、にんにんきにんにんっていう風にきにんにんしてくださっております。はい、ということで今日のトークテーマはマジックということなんですが、のりおさんからこんなコメント。近所の嫁のママ友が化粧したらすっぴんと全然違うんです、まさにマジックということね。そうなんです、お顔はキャンバスですよ、のりおさん。はい、ということで、男性もね最近はこう化粧ね広くね広まって、お化粧してこう違う自分になったりとか、いろんな表現をするっていう動き広まっております。はい、私もねお化粧するとちょっと明るい気分になりますね、やっぱりマジックがかかったようになります。それこそ本当に心の魔法かなって思うことがございます。そして沖縄大好きさんからメールもいただいております。メッセージテーママジック、はい、テーマを聞いて思い出しましたが、子供の頃マジックを覚えたくてダイソーにあるマジック道具を買って練習した記憶があります。確かプラスチックのコインを使ったもので、1枚のコインを使って2枚に増やせるといったもの。昔ダイソーのおもちゃコーナーに行くと手品用品がたくさんありましたね、と来ております。
ります。あ、私も、ね、今でもねたまに見たりします。何か一つね習得したいななんて思ってるんですよ。はい、ということでね、本日もモーニングナハマジックをねテーマに皆様とたくさんお話できました。ありがとうございます。そしてマギーシンジさん、セロさん、前田智博さんや手品兄のね山上さんなどね懐かしい名前もたくさんありましたね。子供と遊ぶ時なんかね簡単な手品がねできたらいいなって思うことがあります。何か一つね習得してみたいものです。ということでモーニングナハ本日の金曜日は、昔あの手品師というかマジシャンのトランプマンさんを世紀末のデーモン閣下さんと同じ人だと思っていたユーミーこと池代由美子がお届けしました。お前も老人形にしてやろうかの人はね、トランプマンと同じ人だと思ってますよ私はい、ということで皆様寒さに負けず素敵な週末を過ごしください。 Have a nice weekend and see you next week everyone. Bye bye. はい、ツイキャスでも皆様ありがとうございます。 YouTube をご覧の皆様もいつもありがとうございます。はい、キャスバル兄さん、さんね震度3だったということで、まだまだねあのもしかしたら地震の余波があるところあるかもしれません。お気をつけてお出かけくださいということで、皆様お疲れ様でした。本日も元気にいってらっしゃい。